分が自分の生活に追いついていないなと思っているうちに時間があっという間に過ぎていってしまう。この現象は時ダダ漏れ現象と呼ばれており、ごめんなさい嘘です。そんな慌ただしく過ぎる毎日も不本意ではないのです。昼間からビールを開けてみたり、急に思い立って河原に行ってみたり、今回はそんなゆったりしている場と人々のお話です。気分的には